身近な自然は自然遺産の諮問機関である国際自然保護連合が森林情報学や環境学における自然に近い森林と生活文化における里山のような入会地の意義に鑑み持続可能な開発に即した森林資源の活用と自然保護の両立人間の精神衛生に必要なものとして今後保護の対象とすべき場所としている。 日本語では、慣用句として、身近な自然という表現が多用されるが、地球上にはそうした環境すらない地域も多い。そのため英語では、ファミリアネーチャー以外にも、ビサイドネーチャー、プレゼントネーチャーなど IUCN の中でも様々な言い回しがある。IUCN が身近な自然に着目したのは、文化遺産において文化的景観という概念が採用され、 生活圏に近い自然が重視されるようになったことによる。身近な自然は必ずしも大規模なものでなくても構わず、生物多様性なども求めない。隔絶された自然により、里山や都市との景観接続があり、自然と人間の共生や森林計画など社会的環境に比重が置かれる。実践例としては、イギリスの湖水地方が過去に世界遺産に推薦した際には、 登録が見送られたが、改めて文化的景観と、身近な自然として、文化的環境に視点を切り替えたことで2017年に、登録されるに至った経緯がある。日本では、神社の鎮守の森のように宗教が、自然崇拝と近い関係にあることから、居住地内などでも身近なところに自然があるほか、伝統的な自然農法に必要な雑木林を保護したり、都市公園法により、 都会のオアシスとして緑地が整備されるなど、他国に比べ、身近な自然が多く格好のモニタリング地となっている。トトロの森がある、鞘山が丘領とその恩恵を受ける三富神殿の関係と、その所在地周辺が、宅地造成されている、地理的条件は恒例とされる。また、ネイチャーには、本性の意味もあり、パーマカルチャーにおいて、ファミリアーネイチャーは、 身近な人間性という解釈もとり、人間が自然回帰できる場という意味も加えている。造園には自然風の造園というものがあり、ネイティブガーデニングとも呼ばれ、身近な庭を、庭があるその地理的地域固有の木、低木、グラウンドカバー、層などのネイティブな植物を使用して策定してある。野生生物を魅了するシドニーの地元植物、 バンクシアスピノーロザ自然のランドスケープは気候、地理、気象条件に適応しており何千年もの間在来の植物が地域の状況に適応進化してきたことを考えると維持するために農薬、肥料、水やりは必要としない。しかしながらこれらの使用は後輩、豪肺または雑草の多い景観溶かしたり地域における木々及び他の植生の予防的ケアの ために必要であり得る。在来植物は活発で丈夫、冬の寒さや夏の暑さにも耐えることができる、メンテナンスの少ないガーデニングや増援といった今日の関心に適しており、一旦確立されればそれらは考え、または受精なしで繁栄することができ、そしてほとんどの害虫及び病気に対して抵抗性がある。多くの地方自治体は、 地方自治体の予算上の制約及び削減によって自然風の景観の利点をすぐに認識しており一般市民は節水及びより多くの個人的な時間を生み出すための自然景観技術の実施から恩恵を受けている。在来植物は蝶、鳥、花粉売会社及び他の野生生物の在来種にとって適切な生息地を提供する。しばしば上に 無数の選択肢を提供することで、庭園の中に多くの多様性、導入の種、品種及び外来種を提供する。固有の植物は、動物、新菌、微生物と共振化し、複雑な関係のネットワークを形成してきたが、それこそが彼らの本来の生息地と生態系、または自然のコミュニティの基盤である。このような庭園は、多くの場合地域の気候、 害虫や草食動物及び土壌条件に慣らされている植物の恩恵を受け、多少必要とするかもしれない土壌改良、考え、殺虫剤及び除草剤低メンテナンスで、より多くが持続可能な風景へと進化を遂げる。ありがとうございます。